ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よ、この地を守れと。左近よ、先走る握手ぞ。聞いておらんだな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったか。勝家め、小生意気にも調子づきよって。私の指揮など付け焼きは好きに評すればいい。聞くところによると両軍ともまず大将が逃げる。一息に攻め立てれば必ずや浮き足立ちましょうぞ。かかれ柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちの地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しかねっしょ。ロシアさんもようござんすね。私として愛を返す。私に返す必要はない。あの毛回転を突き通せぬ。なんという殺しの壁よ。抵抗か、形だけでもしておくべきか。鉄道を許されし精鋭、それこそがこの石田軍よ。まあ、愛も変わらずボンクラ扱いされてんのな。さあ、言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなこと、お前に気にかけられる言われなどない。そちらさんを恨んじゃいねえよ。お互い様だしな。遊びが過ぎればぶたれるものだ。そうだろう。遅かったか。言い訳はしない。罵ってくれ。おっと、すまない。指を鳴らしてしまったよ。男女をこちら手の鳴る方へ。というわけだ。すまないね。陣を整えておきますゆえ、何かあれば大戻りを。さあ、孔明、まったく敵将に迫るだけが戦ではないのだぞ。さあさあ、はったはった。休めとは聞いているようにし、仕方がない。ここの全てが左近のせいとは言えない。三成様に申し訳が立たぬ。私に申し訳が何だ。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。黄色の雲よ、気を隠せ。この心に刺す明るみを一つ残らず消滅しろ。なんかあっちが騒がしいな。って、三成様。
私の信頼だけは決して裏切るな。ろくなものがないな。稀だからこそ宝。ここだけの話、しっかりやめた。強者に呪われちまうぞ。許して。こちらは問題だ。他に回るといたしましょう。あなたがいる場所は悪夢の声だけだ。それなのに何かをつかめる気でいるのか。今あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カム竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。あなたは伊達氏。なぜあなたがここにいる？ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎしてる。逃げるなり何なり気にしない。人を導くか。ケイと趣を同じくする日が来ようとは皮肉なものだな。導くってのは己が意のままに操るからな。ふざけるな。あんたと一緒にすんじゃねえ。いいライバルがいるじゃねえか、カズミ。友倒れです。完品はまずいっしょ。どうだい、まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない。だがその次はお前の番だ。なんかあんたとは合わせやすいんだよな。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけよ。下の剣は鏡を奪われ、代わりに剣を得たようだな。私の今が探しき生き方だというのか。そうだな、言われてみればその通りもしれたしなみたまえ。行かないでくれ。私はお前たちが欲しかったんだ。綺麗にスカンピーだ。何もかも吸っちまった。火の王と死の上、いささか飽きたな。耳にしたいものだ。私を変えるほどの音色を。